今回はとっても簡単です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。痩せるために運動しなきゃいけないの分かってるけどだるいな、そういった日ありますよね。今回はそういった日におすすめな最低限やってほしい腹横筋つぶしを紹介していきます。運動苦手な人の多くはこれぐらいしなきゃっていう大きなイメージを持ってしまってやるのが面倒になってしまう。目標を持つことも大切ですが、まず一歩ずつ進んでいくことが結果的に5分運動したみたいな形になるのが一番ベストです。今回は30秒ですが、やり始めるとなんとなくできるよって思った方は続けてやってください。最低限大切な運動はお腹をとにかく引っ込めることとお尻を締めること、この2つが大切です。なぜかというと胴体部分の筋肉が弱ってしまうと体のバランスが悪くなるからです。お腹をしっかり引っ込めることができるとお腹ももちろん引っ込みます。お尻をしっかり締めることができると骨盤が整い、体のラインが崩れないように保つことができます。今日も一歩前進しましょう。楽に座った状態でお腹を引っ込めましょう。お腹をぐーっと引っ込めます。とにかくお腹をぐーっと引っ込めて、どんどんお腹を引っ込めます。手はね、どこでもいいです。難しい方はね、後ろに置いてもいいです。お腹をどんどん引っ込めて、ぐー、息するときもお腹が出ないように、しっかり引っ込めて。 OK、 次はお尻を締めます。ちょっとお尻を持ち上げてぐーっと締めてください。お尻を締めるとお腹も自然とね引っ込むと思います。お尻をぐわっと締めて、難しい人はね後ろに肘ついてもいいです。お尻が緩まないようにどんどんお尿を締めて、これはね尿漏れ改善とか男性で言うと ED 改善になります。しっかりねお尻を締める力衰えないように。OK、今度はね、後ろに肘つきます。これでお尻をちょっと持ち上げて、これでお尻とお腹を引っ込めます。ちょっと肩がね、だるいかもしれないですけど、難しい人はね、腰の下に手を置いてお尻を浮かしたままお尻とお腹を引っ込めて、腰に沿えて、結構お腹引っ込めるの辛いですよね。どんどんお腹引っ込めて、OK、 今度はね両膝抱えてお腹とお尻を締める。ちょっとお尻締めるのがね難しくなります。足抱えるとお尻緩んじゃうんで、足抱えながらお尻の穴を締めて、お腹も引っ込めて、お尻緩めたらダメですよ。お尻締めてください。オッケー、今度はね足を横に振りながらお尻を締めて、お尻が緩まないようにお尻の穴締めて、足動かすとねお尻の穴緩みやすいですよね。足はね開かない方がいいです。閉じてた方がお尻が締まりやすい。もちろんお腹も引っ込めて、OK、最後うつ伏せ。うつ伏せでお腹とお尻を締める。いきましょう。最後はねお尻は締めやすいけどお腹は引っ込めにくいですよね。お腹をしっかり床から離す感じでお腹も持ち上げて、あと少しです。お尻埋めないように、
オッケー。お疲れ様でした。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。